どうも花でございます。今日はですね、横浜の大人気とんかつ屋さんに行きたいと思います。実はですね、今からママも来ますが、もうすでに開店前からこの大行列です、ね、すごいことになってますけども、とんかつ丸和さんというねことでございまして、いやもうこれちょっと今日は並んで食べてみたいと思います。はい、花輪チャンネル。はい、さあもう少しになってきましたよ、もう少しになってきました30分ぐらい目並んでますけども、はい、あと少しです。さあ次ですね、次です。さあということでやっと入りました。はい、ねえ満席、満席、満席。特選ロースがやっぱりこっちがランチなんですけど、これがやっぱり売り切れちゃったんですよ。そうね、うん、数量限定で、この上の一番上の、さあ、来ました、こちらです。あー、美味しそう。そうです、ご飯もあって、はい、美味しそう。お仕掛けよう。ありがとうございました。お疲れ様でした。うわ、肉厚で、うまい、うまっ並んだかやった、うまい、ほんと食べる、1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 
くちゃ美味しい。しなかったら嫌ですね。キャベツがソースも美味しいから、うまっ。私からし
これキャベツで今入れちゃうの。ソースも美味しいし。美味しいね。うん。エレキの神様の寺尾武さんが日本で一番美味しいとんかつ屋と大絶賛してみたんですよ。エレキの神様、エレキギターの神様、先日天国で旅立った天才ギタリストがいるんですけど、寺尾武さん、寺尾武さんっていうね、天才エレキギターの神様だ。うん。おかわりできるからいいよね。美味しかったね。うん、最高。